なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんな、オラに託してくれたんだ。その思いにかかる、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ、そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見せてやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん、なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない、俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力なのとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる、それが悟空という男なんだろうな。俺がオラたちの力だ、ギレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは。